ニダロス級解剖戦艦は、ノルウェー海軍の解剖戦艦の艦級である。本級はイギリスに海外発注されたが、途中でイギリス海軍に接収されて、モニターに改造されてしまったことにより、ノルウェー海軍で運用できない艦型にされたために、取得しなかった艦級である。本級は、ノルウェー海軍の1 9十二年度海軍整備計画により二隻の建造が承認され、 輸出軍艦に実績のあるイギリスはアームストロングシャイルジック造船所に発注され、設計は輸出戦艦エジンコートを設計したこともあるダインコートが手掛けた。右舷から撮影されたゴーゴン時代のニダロス。ドック内で撮影されたグラットン時代のボルグウィン。船体側面に追加されたバルジのためにノルウェー海軍のドックに入れなくなった。本級の船体形状は 当時の主流である平ら板型船体で、艦首水面下に冬は氷に閉ざされるバルト海で行動するために砕氷構造を持ち、艦首から艦尾に向けてなだらかに傾斜する甲板から、前向きに24センチメートル砲を単層砲塔に収めて一機を配置し、その後部に甲板一段分上がって、副砲の15センチメートル速射砲を 主砲塔と同形式の単装砲塔に収めて一機を配置していた。環境構造は司令塔を下部に組み込んだ箱型で、環境を基部として簡素な単脚式の前、小柱が立つ。その後部から機関区が始まり、一本煙突の周囲は関西堤置き場となっており、頂上部に見張り所を設けたために前哨よりも大型となった三脚式の水の基部に一機ついた。 ジブクレーンにより運用される。その後部に、後ろ向きの1 5トル複砲塔が1機、乾板1段分下がって、後ろ向きに2 4トル単装主砲塔が1機、配置された。原則乾板上の中央部には1 5トル単装複砲塔が、片面1機ずつ配置され、計4機の設計である。しかし、建造途中にモニターに改造された折に、 外洋での安定性確保のために、全長の70%に及ぶ長さの大型のバルジが装着されるとともに、武装は英国式の規格に変更され、主砲は 23.4cm、副砲は 15.2cm 砲に変更され、広角砲は搭載せず、76.2mm 砲と 40mm ポンポン砲が少数装備された。しかし、この改装により、 戦隊幅は設計時の約1.5倍となってしまい、ノルウェー海軍の既存のドックに入れなくなったために第一次世界大戦後にイギリス海軍で本級が不要となった後にノルウェー海軍に購入を脱進したが、ノルウェー海軍が拒否する大きな理由となってしまった。1913年6月11日にエルジック造船所にて寄港、1914年6月9日、 浸水。1918年5月1日収益。1918年6月4日、浸航。1922年から1928年まで試験用に使用され。1928年にスクラップとして売却。1913年5月26日にエルジック造船所にて寄港。1914年8月8日、浸水。 1918年8月31日収益。1918年9月8日春行。1918年9月16日に爆発事故により喪失。ありがとうございます。